アラビアンナイトは1974年公開のイタリアのファンタジー映画、冒険映画、恋愛映画。監督はピエル・パオロ・パゾリーニ。現在は、セント・ヒトヨの花という意味。チヨ・ヒトヨ物語の映画化。デカメロン・カンタベリー物語に続くパゾリーニの生の三部作の最終作。主役は、本作がデビューとなるフランコ・メルリ。裸と、 セックスとスラップスティックな笑いが満載。原作のエロティシズムと枠物語の構造を保持し、アラビアンナイトメアの著者ロバート・アーウィンは、これまで作られた千代人よ物語の映画化の中でも、おそらく最も知的な映画と評している。メインのエピソードは、原作の美しきズームルトと栄光の息子アリシャールトの物語。ただし、アリシャールの名前は、ヌーレッティンに変わっている。 他に、アジーズと、アズイーザと、ビワ式王冠大使の物語など。撮影は、イランのエスファハーン、エリトリアの砂漠、イエメン、それに、ネパールで行われた。音楽は、エンニオモリコーネ。1974年、第27回カンネ国際映画祭で審査員、特別グランプリを受賞。ありがとうございます。